はいどうも皆さん、おはこんばんちは、チョマラマタケシです。今日も元気に NBA 通勤マーボーやっていきたいと思います。ということで、今日はですね、ちょっとね、はい、珍しく、ゲーム画面ではなくですね、NBA 通勤モバイルの公式のちょっとツイッター画面から入っておりますけど、今日は、なんでかというと、あの新しいね、ちょっとシーズン5に関する新情報が、解禁されましたのでですね、ちょっとそれに関して、今日はたっぷりと話していきたいと思います。ではお願いします。NBA TV。 はい、ということで、ちょっと情報がね、2つほどでっかい情報解禁されまして、はい、1つ目これですね。これ見えてます？ちらっと見えてますけども、はい、バーバンと大画面出しますけども、はい、こちらですね。これシーズン5の新しいティアがもうちょっと解禁されました。はい、で何かというと、左からトパーズ、パールで、ジェイドっていうのは翡翠っていう緑色、ちょっとエメラルドとね、被ってるんですけど、はい、こちらの3つが、あの、シーズン5から新たに加わるニューティアですよと。やっぱり宝石の名前でしたね。まあ今までもね、ダイヤモンドもそうですけど、ピンクダイヤモンドとかいろいろ宝石の名前だったんですけど。で、パワーは今までダークマターがね、で、ちなみにこれファウンデーションでしたね。デザイン的にもファウンデーションのカードで、まあ、ちょっとね、この画像と、あと、ま、ちょっと公式の方からね、文章も出てるんで、それを見ながらちょっと解説していきたいんですけど、まずちょっと画像を見てもらうと、まあ、まずパワーですね。今までダークマターのファウンデーションが2万、最高パワーで2万5000ぐらいだったかな？ 2万5000ぐらいだったんですけど、一気に4万5000。4万5000くると普通にダークマターのテーマカードとかに匹敵しますね。はい。続いて、で、ここあんま差がないんですけど、ジェイド、翡翠、一番右ですね。一番右が4万8000とね、3000ないぐらいしか離れてないんで、あんまりそんな離れてないですけど。で、パール、最後、5万4000で、これは、もうイベントテーマカードでも、ほんと一番トップクラスのやつに、と同じぐらいのパワーですね。はい。で、まあ、まずちょっとこの画像から読み取れることを推測していきたいんですけど、まず、ちょっと、右下というか、あの、書いてるポジションのとこですね。はい。パワーフォワード、シューティングフォワード、ポイントガード、それぞれ書いてありますけど、残念ながらポジションは1選手1ポジションってことですかね。これを見ると。まあ、現段階だからわからないですけど、とりあえずこの画像から読み取れるのは、まあ、1選手1ポジションっていうのは変わらないのかなって。はい。本家の方ではね、あの、1選手、まあ、1選手1ポジションだけの選手もいるんですけど、2ポジションですね。例えば、シューティングガードとスモールフォワード、どっちでも、入れられるとか、そういうのがあるので、モバイルもね、いつかなるんじゃないかっていう、ちょっと、まあ、ファンの間ではね、ちょっとそこが、いつなるのかって気になったところなんですけど、まあ、ちょっとシーズン5でもね、まだそこの辺はまだ改善がされないのかなと、まあ、現段階ではですよ。まあ、この画像を見る限りは、なってないのかなと。あと、パワー的なのもさっき話しましたけど、あと、星ですね。星は、5で、まあ、今までと変わらずですね。6、まあ、6まであったらもう大変だよね。5も大変だけど、もう育てられないよね。はい。まあ、あとちょっと気になったのが、下に S5 と T14 って書いてあったりしたり、S5、T15 とか書いてあったりするじゃないですか。これが何なのかなとちょっと思って、今まで入ってなかったんです。S5 はまあシーズン5って意味だろうなと思うんですけど、T15 って何だろうと思って。で、それがちょっとまあ、この後の、もう一個ね、情報解禁されたんで、それを触れながら、まあそこの謎はちょっと後でちょっと解いていきたいと思うんですけど、はい。で、これの、もうすっ飛ばして、他のやつはね、前に話したやつなんで、かな。はい。この辺ですよね。今の私たちの計画は、シーズン5の発売時に3つの新しい層を追加することです。層ってのはティアですね。はい。で、さっき言った、トパーズ、パール、翡翠。この3つが、追加されますよっていうね。ちょっと、翡翠、エメと被ってるけどね。エメと被ってるけど。で、その後少しシーズン5に慣れたら、今シーズンのように一度に新しいティアを展開し始めます。またちょっと新しいティアが出てくるんでしょうね。はい。これらのカードはいつものように徐々に強力になりますが、そうする規模は今とは少し違って見えます。ある層と次の層の違いは最新のシーズン4層で見るほど劇的ではありません。だからこれは何を言ってるかっていうと、パワー差が今までよりはそんなに、確かにさっき3000ぐらいとかしか離れてなかったじゃないですか。まあ、パールはちょっと離れてたけど、あの、翡翠とトッパーズのところはそんな3000ぐらいしか差がなかったりしてたんで、
あんまりね、数字の差を大きくしませんよって言ってますね、はい、でその理由の一つは私たちのゲームの視覚的要素です。私たちは長期的に考えており、お、これ嬉しい言葉ですね。シーズン5、シーズン6、シーズン7頑張りますよということをね、心意気を喋ってくれてます。はい、長期的に考えてありますので、数字が高すぎないようにすることで、要はずっともう今後シーズン6、じゃあシーズン7ってやっていくと、もう最後の方20万とか30万とか、あの桁数がちょっとおかしくなっちゃって、なんかそれはどうなのみたいなことですよ多分ね。パワーが高すぎて、最初のエメとかさ、本当に1000とかじゃんパワー差がめちゃめちゃでかすぎちゃって、まあ、今でももうでかいんだけど、はい、その値、ちょっとパワーのね、値を読み取り可能にしたいと思います。そうでなければある時点で私たちは新しい数字を作成するビジネスに参入しなければならず、ということで、ちょっとまあこれギャグだと思う、ギャグだと思うんですけど、まあ代わりにバスケットボールに集中したい。そうですよ、パワーなんてね、数値なんて二の次でいいんですよ。それよりも中身、中身が重要。いろいろ問題は山積みですよ。アウトオブバウンズ問題とか、シュートのファールをつけてほしいとか、そういう内容的なね。で、これは毎週カードを稼ぐ機会が価値がないということではありません。要は、パワー差がそんな差ないんだったら手に入れる意味ないんじゃないかっていう危惧されてるね、ユーザーの方もいるんじゃないかって思うかもしれませんがっていうことを言ってますね。はい。私たちは最高のカードを持つ人々に利点を与えるために、ドラフトボード、イベント、およびその他のすべての通常の場所を引き続き調整します。ということでね、まあパワー差がそんなになくなるというふうに言ってるんですけど、まあそれによってね、何か、せっかくね、最高、要はイベント頑張って最高報酬ゲットしたのに、パワー差がじゃあ前のティアと3000ぐらいしか変わりませんよって言ったら、なんか、やる気起こります？起こらないですよね。だからそういうことがないように、まあ、パワー差こそ差はないけれども、ちゃんとね、最高報酬ゲットしたくなるような、そういう風になるような工夫をね、我々は調整しますということを多分言ってるんだと思います、はい、ちなみにこれあくまで俺の、あの考察なので、僕もこの情報が全てなので、ここに出てる情報がね、みんなと一緒ですよ。それを元に、まあ、長年ねやってきた感から、こういうこと言ってんじゃないかっていうのを、まあ、僕のフィルターを通してこう話してるわけで、あの考察なんでね、はい、あの間違ってても、お前ふざけんなとか、後でそういうことをやめてくださいねあくまで考察ですので、はい。まあ、そして新しいティアへの移行と同様に、シーズン4の最高層にチームを取得するとシーズン5の早い段階で配当が支払われます。これ何なんでしょうね、ちょっと日本語がめちゃくちゃすぎてよくわかりませんけど、まあ何かしらいいことがあるよと。そういえばシーズン4にはまだ特別のティアが来るかもしれないし、来ないかもしれません。ウィンク絵文字を挿入しよう。これがね、なんかね、やらしいよね。シーズン4中になんか新しいティアぶっ込むかもしれないって言ってたけど、まあこれはまあその時情報が解禁されたら期待しましょう。別にまあ来なくても別にいいと思ってるんですけど、僕は。はい、そんな感じですね。はい。で、これが新しい、情報ですよということですね。はい。今日村正樹の NBA TV で、はい、これ飛ばして、はい、ゴバント、こちらです。これ、なんか画像がちらっと見え、トーニーズって書いてありますけど、はい、ファイナルシリーズタイドアット2勝2敗、はい、これなんでしょう、これなんでかっていうと、ババンと入り出しちゃいますけども、はい、こちらの画面ね、まあ後でまた細かく説明しますけど、これシーズンですね、来シーズン5からのシーズン5からのシーズンとややこしいんですけど、あのイベントとは逆にね、毎日できるシーズンあるじゃないですか、あれがちょっとこうなりますというようなことでございましたね。はい。で、今度は今まで前半後半っていうか、まあ、2クォーターしかなかった、それもちょっと違和感あったと思う人がいるんですけど、そう、本場の NBA は4クォーター、てか今ももう国際ルールもそうですけど、FIBA もそうですけど、もう4クォーターですよね。はい。もう遥か昔ですよね。前半後半だった時代っていうのは。そう、第4クォーターまでなるんで、今度から第4クォーターちゃんとできますよということですね。4回できます。はい。それで、しかも、ホーム&アウェイ、最後の、要はファイナルの第7戦を再現してるというか、そういう感じで、5戦と6戦勝っちゃったらどうなんだって話もあるんだけど、まあ、とりあえず7戦まで行く激アツの最後の美味しいところですよ、みたいなことですね。はい。ボストンで、上にね、ホームと家のマークと、飛行機のマークと家のマークがあると思うんですけど、例えば自分がゴールデンステートウォリアーズ、今マイチームゴールデンステートってなってると思うんですけど、
ゴールデンステートだったら最初はホームで次アウェイ、ホームってこれが導入されてね。でなんでこれ強調してきたかっていうと、今まで別にまあホーム&アウェイあったと思うんですよね、今までそのシーズンとかでもね。でまあめちゃめちゃレアだけど、フリースローとか打つときそれはホームとアウェイの差を体感できて、あのアウェイだった場合、仮にね、あのシュートの時、フリースローの時画面が揺れてちょっと邪魔するみたいな、そういうギミックというか、なんかそういう要素があったんですよね。まあそれが唯一ぐらいで、あんまりホームだろうがアウェイだろうがそこまでそのゲームに差はなかったんですけど、今度からはもうホームとアウェイでちょっとね差をつけますということをね、まあパワーブーストってついてたんで、パワー差がちょっとホームになるとちょっと僕はね 10% 増しとか、なんかそういうのをやってくるかなと思うんですけど、まあそういうのが、まあ他にもしかしたら違う要素を持ってくるかもしれませんけど、そういう差がちょっと差を出しますよっていうことを、運営は言ってましたね。はい。まあちょっとね、新しくここシーズンがね、ガラッと変わりますんで、4クォーターまで行くと。でもこれ今まで通り 10試合ぐらいやってたら、めちゃめちゃ長くなる。シーズンが長くなる。シーズンって扱いじゃないね。今度からもうプレイオフだよね。7戦まで行くから。だからそれで言うと、今までシーズンで10試合やったんですけど、多分、まあ1回戦、セミファイナル、カンファレンスファイナル、ファイナルだから4つの段階かな。資産12。でもそれでも3試合やったら資産12で、12試合でちょっと増えるけど、まあそういうくくりになったりするのかな。で、最後ファイナル優勝みたいな。なんか毎回 KOTC みたいな感じかな。なんか、わかんないけど、はい。まあそんな感じで、ちょっとシーズン、これシーズンですね。はい。イベントの情報ではなくて。これもトーナメントモード。はい。トーナメントモードですね。はい。シーズンモードは、シーズン5の大幅なアップグレードを受けています。トーナメントの形でプレイオフのようにランを乗り出します。ゲームセズン。スポーツにおいて2つの偉大な言葉。プレイオフ、NBA プレイオフでの勝者総取りの対決に語るものはありませんということで、要はプレイオフの第7戦っていうのはね、最も激アツですよって。もうあらゆるスポーツ内で最も激アツなやばい瞬間ですよっていうのを言ってますね。はい。第7戦ですからね。もう第7戦ってのはどっちか勝ったらもうそこで終わりだし、勝ったら次に進めるっていう両者がね、瀬戸際のところのバトルなんで激アツなんですよっていうのを言っております。で、 NBA 2K モバイルの最新モードはシーズン5が今月後半に発表されるときに登場し、だ今月後半にシーズン5発表されるのかな。はい。栄光や失恋で最高潮に達するあなた自身の7ゲームシリーズの旅にあなたをもたらします。これ日本語もねちょっとおかしいんですけど、まあ要はさっき説明した通りに、まあシーズンモードですね。まあシーズンじゃないけどね、俺から言わしたらゲーム7って言ってるんだからもうプレイオフなんですけど、まあシーズン、今まで言うシーズンがちょっとそれにガラッと変わりますよ。基本的にシーズンモードは大幅、シーズン5の大幅なアップグレードを受けています。これさっき言ったんですか。はい。トーナメントの多くの側面は、報酬としてファウンデーションカード。ある挑戦から次の挑戦に上り、あなたが行くにつれてより強い対戦相手に直面するなど、シーズンに似ていますと。だから進むごとにちょっとずつね、相手も強くなっていくみたいな。しかし、新鮮で説得力のあるモードにするシワもたくさんあります。シワって何ですか？トーナメントは階層に分割され、それぞれに一つのトーナメントが完了します。トーナメントすべてのシリーズは、シーズン47から50がダークマターカードに報酬を与える方法と同様に、最初の完了時にその層のカードに報酬を与えます。ということで、今まで通り、まあ最初にクリアした時は、まあ多分さっきのトパーズとか、パールとかそういうカードはもらえますっていう仕様が、だからまたランダムでファウンデーションが結局もらえるっていうのは一緒ってことかな。これで言うと、うん、勝ち上がるとファウンデーションがもらえるかもしれませんということですね。ゲームはドラムロール第4クォーターになります。ドラムロール多分ドルルルルルデン第4クォーターになりますっていうこと。そして、実際の NBA プレーオフシリーズのように、一つのチームが最初の3つのゲームを主催し、他のチームが2回開催し、残りのゲームは、会場間を行き来します。だからさっきの、ね、あれだね、ホーム、アウェイ、ホームっていう3つのやりますよということですね。ホームコートの利点もあります。どちらのチームでもそのゲームの、パワーブーストを得るでしょうということで、多分ホームコートの方がなんか有利になるという要素が加わると。ちょっと細かくは分かりませんけどね。はい。トーナメントの対戦相手はシーズンモードよりもあなたが直面している実際の NBA チームに似ています。これちょっと嬉しいですね。うん。まあ今まで、まあ今、
まあ今撮ってるのが日曜日なんですけど、パワキャとかも、パワキャ、あ、日曜日じゃない、月曜日なんですけど、パワキャと同様に、要はね、その、例えばシカゴだったらちゃんとシカゴパで作ってくれると。まあもちろん、どうしてもいない選手とかいる場合もあるんですけど、可能な限りそのパで、まあレイカーズだったらレイカーズパ、レイカーズのね、あの現役の時来てた選手たちを、まあもちろん引退した選手とかレジェンドとかも混ぜ合わせてですけど、まあそういうふうにチームをなるべく作りますよということでね。まあ今のシーズンとかでも結構合わせてくれてますけどね。うん。まあそれ、だからこれは引き続きそういうふうにやりますよということを言ってますね。はい。で、さっきの画面。報酬に戻ります。各シリーズの最初の完了時にカードを獲得することが保証されるだけでなく、だけでなくって言ってますね。で、今まで通り最初のクリアの時は確定で、そのね、新しいカードの報酬がもらえたんですけど、あの選手カードが絶対もらえたんですけど、トーナメントに勝つことで、そのティアのカードの完全なラインナップが確保されます。これどういうことだ？多分、俺が読み解くに、今までね、シーズン報酬って出ないカードあったんですよね。出ないカード。まあもちろん、クラフトできる、あの指輪、リングで作れるカードは出なかったん。まあそれは出なくてもいいかなと思うんですけど、絶対に出ない選手っていたんですよ。だそれが出るってことなのかな、このラインナップは。その層の完全なラインナップが確保されます。これちょっと俺の考察、推測ですけど。各トーナメントには5つのシリーズがあるため、ダークマタートーナメントを完了すると、例えば各ポジションに1枚のダークマターカードが手に入ります。ん？ということだ。シーズンズと同様に、シーズンズズが入った。同様に、最初の完了後にこれらを獲得すると可能なアイテムのプールから報酬が得られます。ちょっとわからないけど、まあ変わったんだろうね。何か変わるんだろうね、この辺の。ちょっとどうだ、ちょっと日本語がもうわけわからなすぎて、ちょっと本質を見抜けなかったですけど、まあ何かしら変わると思っていただければいいかな。その過程で特定の種類のプレイを実行するための新しいチャレンジを通じて、より多くの報酬を得ることができます。マジック・ジョンソンカードでアシストを獲得したり、セルティックスプレイヤーでスリーポインターを打ったり、パワーフォワードでリバウンドを掴んだり、ダイヤモンドカードで盗んだり、これ多分スティールかな。スティール、スリーポイントを打つ、などのタスクになります。これなんだろう？あ、チャレンジってあれか、その1試合ごとに、例えばじゃあカリーで3を2本決めなさいとか、そういうなんか試練というか挑戦メニューが出てくるってこと？それちょっと面白そうだよね。ダイヤモンドカードで、じゃあダイヤモンドカードで1スティール決めなさいみたいな。これらは追加のコートサイドポイント、ドラフトピック、キー、リングなどを取得します。あ、追加で。だからその目的勝ったら、例えばドラフトピック今3つとか引けるじゃないですか。3つ引けたりするのが、そのタスクを完了すると、おまけでもう2個もらえるよみたいな。広告みたいなのと同じぐらいになる。倍に増えるとか。まあ、でもそれはそんな嬉しくないね。ドラフトピックが2個増えたぐらいでそこまで嬉しくないけど。まあでも毎回そういうなんか、チャレンジ、挑戦メニューを用意してくれるのは、ちょっとまあゲーム要素としては面白い要素だと思いますんでね、ありかなと。なるほどね。シーズンズとは異なるトーナメントのもう一つのクールな側面は、進捗を維持することです。一度に複数のトーナメントをプレイし、それぞれ中断したところからピックアップできます。これどういうことなんだ？進捗、一度に複数のトーナメント？え、トーナメントは何？いっぱいあるの？あ、わかった！今までシーズン47やってたら、シーズン47しかできなくて、そこドロップアウトしたらまた他のとこ1からやり直してたんだけど、一回47、シーズン47、例えばね、まあちょっと今度トーナメントになるですね、シーズンの話ってややこしいんだけど、今までシーズン47で、例えば7戦で一回やめて、ちょっと46やりたいよみたいな、そういう時にまたいけるってことじゃない？多分そういうことだと思うよ。まあこれ、俺の推測だけど、多分そういうこと、でもそういうことじゃない？多分。あ、でもこれはいい機能だね。シーズン50途中で一回やめてたりして。なるほど。これはちょっと、まあ、ありっちゃありかな。今までね、やめたらゼロからだったから。ダークマタートーナメントでいくつかのシリーズをプレイし、オニキストーナメントで決勝に勝ち、ダークマターに戻って最後の3つのシリーズを終了します。ああ、さっき言ったあの失恋は、私たちは少し劇的だったのかもしれません。シリーズを失うとトーナメントの始まりではなく、そのシリーズの開始に戻ります。まあ、負けたら戻るな、しょうがないかな。負けたら戻るな、しょうがない。
トーナメントについてもっと知っておくべきこと。シミュレートボタンはゲームの4つの4分の1全てをシムできます。シミュレート、シムってのは趣味できますってことかな。だから4分の1ずつシミュレートできるってことね。トーナメントでのつながりはありません。ゲームは勝者が決定されるまで1分間の残業。あ、オーバータイムある。お、オーバータイム今度ありますよ。今までなかったけど、今まで同点だったらもう勝ち扱いでやってたんですけど、今度はオーバータイムが追加されると。 NBA プレーオフゲームの放送に似せてスコアボードにはシリーズのスコアを示すセクションがあります。なんだこれ、ちょっとよくわかんない。スコアボードには、スコアボードのデザインが変わるってことかな。シーズンズ同様にコートサイドポイントはトーナメントゲームをプレイするだけで獲得できます。お、だまた来シーズンもコートサイドプレミアムはあるってことだね。はい。シーズンの進捗はシーズン5ローンチ時に、ローンチってのはシーズン5開始、発売とか、発売時に、トーナメントで開始する場所に直接影響しません。だからシーズン1から始めた人でも、あ、どういうことだこれは。シーズンの進捗は、だから俺は今シーズン50までクリアしてるんですよ。シーズン50までクリアしてる人は、もうシーズン例えば20までしかクリアしてない人も、なんか影響しないって言ってんのかなこれは。しかしあなたのパワーはそうします。シーズン4の終わりにドラフトボードを引っ張ることができる最上層は、最大ティアだよね、ティア。シーズン、だから今ダークマターが引ける人だったらダークマター。の層の人だったらダークマター。シーズン5を開始するためにロックが解除される最高のトーナメントでもあります。そこから次のティアに到達するとそれぞれのトーナメントのロックが解除されます。だから今まで通り多分、まあ、新しくね、トーナメント、だシーズンとは別でトーナメントって枠ができるのかな。なんかこれ読んでいくとなんかそっちも思うようになってきた。わかんない。でもなんかさ、ちょっとなんかこうなのかなって考察してる時って楽しくない？俺めっちゃ今楽しいんだけど。その旅行より旅行を計画してるときが楽しいみたいなさ。え、次こうなるのこうなるのみたいな。まあ、違っててもいいじゃんって感じじゃない。なんか、どうなんだろうね。最高のと。だから、まあ、これは今まで通り多分クリアしていくと新しいのがどんどん解禁されていくよっていうことだと思うんですけど。ドラフトボードでダークマターの対象となる場合、ロックを解除する必要があるのは、トパーズ、ジェイド、これ翡翠ですね。パールの3つの新しい層の、3つの新しい層だけです。あ、ドラフトボードで今までダークマターが最高だった人は、さらにロックが解除する必要があるのは、この3つの新しい階層ですね。まあ、それはそうですよね。はい。シーズンズと同じように、シーズン5全体で新しいティアがリリースされると、より多くのトーナメントが利用可能。あ、そうですね。今までティアが解禁されるごとに、シーズンもね、増えましたんでね。さて、深呼吸して、過酷な、セブンゲームシリーズの準備を始めましょう。シーズン後の詳細は近日公開ということで、またね、もったいぶっておりますけど、小出しでね、来ますけど、まあ、シーズン5、情報がね、また解禁されましたらね、この、超丸畑市 TV でもお伝えしていきたいと思うんですけれども、まあね、一応ね、今回はね、ちょっと2個情報貯めて、一気大放出したんで、まあ、またちょっとどうなるかわかりませんけどね、あんまり一個一個だと細かすぎるかなと思って、はい。まあ、ということで、まあ、今回はね、新しく3つのティアが追加されるよっていうのと、あとシーズンが新しくトーナメントっていうね、モードが、追加されますんでね。はい。まあ、ぜひね、ツイッターやってる方だったら、2K モバイルの、の公式、ツイートして、絶対損ないですから、今だったらもう翻訳機能とかついてるから、まあ、なんとなくニュアンスはね、もちろん英語読めなくても、翻訳機能で、なんとなくわかると思うので、絶対ね、これツイッター、まあ、ツイッターとか、あとインスタもか、インスタでもいいんで、モバイルのね、この運営の最新情報は皆さん、これゲットして、これを最新情報ゲットするだけで、やっぱり差が出ます。ツイッターなり、インスタなりを、フォローしてもらえれば、どん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 最新情報解禁されると思いますので、はい。まあ、とりあえず、まあ、あえてね、今回は僕から、まあ、考察も含めてね、ちょっとまあ、日本語訳すと分かりづらいところもあるんで、まあ、僕はこんな風に考えてるよっていうのを、お伝えさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。ではバイバイ。いやー楽しみだねマジで。